私は化学生物科学科で有機化学、無機化学、物理化学、生物化学など幅広く化学と生物を勉強しています。座学では先生のプリントも授業の進め方も英語で難しいと感じる授業もあります。好きな授業は実験で、今まで使ってこなかった実験器具を扱うのが楽しいです。3年後期になると研究室を選ぶので、日頃から勉強をしっかりして希望する研究室に行けるように頑張りたいです。